ここは。この世界は闇に覆われる。君の大切なものや愛するものすべてが、君が本当にプリンセスと呼ばれる力を持っているなら、キーブレードを持つ者と共鳴し合い、鍵を持つ者の世界へと私を導くはずだ。それが世界を救う唯一の可能性。そう、これは一つの可能性であり実験だ。君はおそらく世界のすべてがこの世界だけで完結するものだと思っていただろう。しかし世界は無数に存在する。夜空に輝く一つ一つが世界だ。その異空の海で君の乗る小舟がたどり着く場所こそ運命の場所。ただたどり着く世界がこちら側の光でも闇でもなく裏側の世界だった場合、見つけ出すのは容易ではなくなる。その場合、実験は失敗だったと諦めてくれ。あなたは誰なの？まあ待て、プリンセスよ。あなたのせいで私の運命は翻弄され、私の力が足りないせいでみんなや空が傷ついた。今目の前にいるあなたが、たとえ記憶や幻であっても、私はあなたを許さない。確かに
お前を異空の海へと流し、その後の運命を大きく変えてしまった。そして最終的にはお前を砕き、それによって空は失われた。なかなかいいキーブレード使いだ、ジェンシッド。その身を引いたとはいえ、まだまだやりおるわ。ここはお前の心から形成された記憶の世界。その中の空を使い、自らの心に深く触れることで空の手がかりを得ようとした。しかしここには手がかりなどない。お前の欲しい答えはお前が失った記憶の中だ。まだ翻弄しようというの？ここで出てくるのか。やはりな、お前の声は届かない。お前の心のありかは分かった。ありがとう、ソラ。お前を異空の海へと送り出した時、私が話したことを覚えているか？お前が求める答えはそこにある。私という元凶でさえお前の心の中にある存在だからこそ、お前に答えを与えよう。私の心と体が一つであったとき、君に話したこと、失敗の可能性、こちら側の光でも闇でもなく裏側の世界だった場合、見つけ出すのは容易ではなくなる。これが君の求めている答えだ。どういうこと？こちら側の光でも闇でもなく
裏側の世界だった場合、見つけ出すのは容易ではなくなる。はい、それが答えだと。光でも闇でもなく裏側だった場合とは？裏側とは何でしょうね。もう一つ引っかかることを言っていた。声は届かない。心のありかは分かったと。うん。声が届かないとなれば闇の世界を連想しますが、光でも闇でもない世界ですよね。声が届かない、こちら側の裏、現実の裏、非現実、虚構の世界。虚構？世界の謎となると我々には専門外だ。それなら王様かイエシット様に。失礼します。リク、あ、カエリ、目覚めたのか。うん、ついさっき。リクはどうしたの？ああ、実は空に関する手がかりが見つかって。え、実は私の方も。そうなのか。お、あら、ごめんなさいね。またびっくりさせちゃったかしら。なかなか紹介してくれないから出てきちゃった。あ、すみません。私はフェアリーゴッドマザー、皆さんよろしくね。フェアリーゴッドマザーはイエンシット様に頼まれて空の居場所に関する手がかりを伝えに来てくれたんだ。イエンシット様から？そうなの。手がかりを持つ人は3人いて、1人はリク、もう1人はあなた、カイリね。はい。リクの夢、カイリの記憶、この2つはもう揃ったよね。カイリの記憶？はい。カイリさんの心を調査した結果、彼女の心の中にあった失われた記憶から手がかりが見つかりました。こちら側の光でも闇でもなく裏側の世界だと。リクの夢っていうのは？ああ、空が消えた後、見たことのない高層ビルの街の夢を何度も見るんだ。どうやらそれが手がかりらしい。その街が現実の裏である非現実、虚構の世界。虚構の世界？あくまで推論だが、我々のいる世界、光、闇、狭間、この三つの世界は行き来ができる。つまり我々側の世界。そこに付随する記憶、データ、夢、これらもだ。それに対して声が届かない我々の世界の裏側があるとするなら、現実には存在しない世界ということになる。つまり非現実である虚構の世界だが、我々もこれ以上は専門外だ。それで王様とイエシット様に相談しようかと話していたところだったの。それは王様もイエシット様も専門外だわ。え、それじゃあ。手がかりを持つ人は3人って言ったわよね。もう一人いるの。強い意志で夢を諦めていない子が。それは。では会いに行きましょう。え？ここは知ってるのか？うん。空と来て、さっきまで調査でも、ここは終わりの世界、
でもここには誰も。うん、よーく見て。あ、よく見ると星がたくさん。そう、ここは生と死の狭間にある強い心がとどまる場所。きっと彼女はここにいるはずよ。彼女？最後の鍵よ。あなたね、強い意志で夢を諦めない子は。あなたたちは。はじめまして、私はカイリと言います。あなたたちもこの世界で姿を保っていられるのですね。あ、彼女がそうなんですか？ええ、そうよ。これで三人揃ったわ。それでこれからどうすれば？彼女は裏側の世界から来てるのよ。え？彼女はとっても特別なの。でも今は姿を奪われてここに逃げてる状態。元の世界にいれば心まで奪われてしまうから。でしょ？もう詳しいのですね。私の魔法で変身させてあげたいところだけど、姿を持たない状態では使えないのが残念。でもあなたの夢を叶える手助けはいずれできるかもしれないわ。私の夢？彼女の夢を叶えることで空の居場所がわかるんですか？うん、それはまた別の問題。今はその世界に行くために彼女のポータルを開き、あなたが目覚めの力を使うの。目覚めの力を。今ソラさんって言いましたか？え？あなたはソラを知ってるんですか？はい、ここに来て私を勇気づけてくれました。彼に何かあったのですか？ああ、ソラは消えてしまって、俺たちはあいつの親友で居場所を探してるんだ。うん。君はいくつもの高層ビルが立ち並ぶ世界を知ってるかな？いくつもの高層ビル、クワッドラトム。え？私が知る一番の近代的な都市はクワッドラトムです。クワッドラトム、そこに空がいるんですか？うん、確証はないけど私はそう思うわ。なるほど、力を借りていいかな？状況はよくわかりませんが、空さんを助けてあげられるならぜひ。こちらこそよろしくお願いします。ありがとう。私が手伝えるのはここまで。ここから先はリック、あなた次第よ。私も一緒に。カイリ、それは。うん、分かってる。本当は私も一緒に行きたい。でも今の私ではダメだ。
足手まといになる。もっと力を身につけて、空とリクと一緒に戦えるように修行を続ける。ああ、王様やイエシット様、ドナルド、グーフィー、みんなには私から説明しておく。うん。未知の世界になるわ。気をつけて、無理はしないでね。もし何かあったらすぐ戻るのよ。はい。一人で？ダメダメ、危険すぎる。僕もすぐに後を追って。待ちなさい、王よ。でもイエシット様、未知の世界に一人で向かうなんて。その通り。今回はこれまでとは全く違う。だからこそ焦ってはダメだ。でも、カイリ、この話を聞いたのは研究者時代のゼアノートだったと言ったな。はい。ゼアノートならばその未知の世界のことを知っていたということか。しかしゼアノートは打ち倒し、もうこの世界に存在しません。まだ私がマスターとして関わっていた頃、イニシエのキーブレードマスターが別の世界に渡ったと聞いたことがあるが、おそらくゼアノートはそれを詳しく調べていたのだろう。イニシエのキーブレードマスター。まずは空の捜索をしているレイディアントガーデン、旅立ちの地トワイライトタウンの皆に現状を伝え、それぞれで行動するのを控えてもらうように話してほしい。ドナルド、グーフィー、頼めるかな。はい。次に帰り、もっと修行を続けたい旨、またマーリンに頼むか。いえ、できればマスターアクアのもとに。おお、なるほど、良い案だな。はい。そして王よ。はい。ゼアノートが知り得た未知の世界に関し、イニシエのキーブレードマスターについて調べてほしい。どうやって？かの地スカラードカエルムに向かうのだ。